ちらが普通サイズ。あ、おいしそう。はい、普通サイズ。あ、すごい。おしんちゃんこと大橋愛です。本日は新潟西区にあります西区の台所さんからデカ盛りの挑戦状をいただいてやってきました。過去にホルモン焼きとかエビチリ丼でお世話になっているのですが、今日はホイチホーロー丼のデカ盛りだそうです。楽しみです。今日は、はい、マスターよろしくお願いします。よろしくお願いします。今日は、はい、中華料理でいうシャーレンホイファン。あれあれホイコーローじゃなかったんですか。やめました。お塩味のあそこに豚入れてて。わかりました。塩味のエビあんかけご飯です。おありがとうございます。これ主菜料いただけますか。アイオいただきました。アイオございます。こちら味変用のラー油と、ラー油、はい、ラージャンと、ラージャンです。ありがとうございます。失礼します。ラージャン、あ、なんかすごい甘酸っぱい香りがします。来ました。シャーレンホイファン4キロ。とろみのあるあんがたっぷり、野菜もたっぷりですね。熱々で美味しそう。ご飯がこんもりで大変そうなんですけど、頑張ろうと思います。マスター、今回の制限時間は25分。おお、ちょっと厳しい。いけるでしょう。頑張ります。ね、今回なんか成功するとご褒美がいただけるとかで、 500g のステーキ。ありがとうございます。あ、これですか。あー、すごいステーキ来ました。いけそうだと思ったら途中でも焼くよ。本当ですか。これ絶対食べたいんで、なんとか成功したいです。頑張ります。失敗したら2000円の支払いとなります。それでは頑張っていこうと思います。じゃあスタートよろしくお願いします。はい、3、2、1、ジャオ。はい、お願いします。スタート。いただきます。あ、まずエビから。あ、乗らない。熱いよ。熱いですよね。熱い。ちょっと優しめ、締めの優しめの塩あんですね。そうですね。うん、塩味のね。なんか食べやすい。あ、熱い。うん。熱い。すごい冷めないこんなん。何これ、すごい熱い。すいません、あの暖房ストップで。暖房ストップ。暖房ストップで。ありがとうございます。あはっ、お味は優しいんだけど熱さが半端ない。
より暑さに苦戦。暑い、暑いです。見た目そんな暑くなさそうなのに。やばマスターのぬくもりかな。うん、ぬくもりの暑さじゃないです。うん、押す、押しかけてみよう。あ、さっぱり。おいしい。ピリ辛で美味しくなった。やばい、ご飯が減らない。なんか配分間違えました。あ、ありがとうございます。明太子いただきました。はい、ありがとうございます。うん、合う、すごい。カッパゴちゃんの明太子最高。はい、残り6分40秒もある。あ、じゃあこれ1人、この1人前も食べちゃいます。おいしい。最後、一口。ごちそうさまでした。はい、まとめます。完食。ありがとうございます。ありがとうございます。お見事。はい、ということで4分4秒残し、4キロと1年前もプラスしたけど20分56秒で完食しました。ありがとうございます。マスターありがとうございます。余裕でした。余裕でした。参りました。ありがとうございます。じゃあ肉焼きますか。あ、ね、じゃあということでお願いします。すごいいいんですか本当にこれ。どうぞ。すごい。どうぞ。ステーキは別腹です。肺に入れるんだ。はい、いや肺には入んないんですけど、私も一応人間なんで。おーおーおー、ありがとうございます。マスターありがとうございます。大好きです。すごーい。ご飯ちょうどです。ありがとうございます。改めましていただきます。いい刺し入ってますね。いい刺し入ってる。うん。美味しい。うん、美味しい。デザート。なあこれ。うん、美味しい。チャレンジの後に美味しいご褒美最高。
この鉄板からはみ出てる幸せ、はみ肉、おいしいです。すごい、うん、うん、ガーリックバターたっぷり絡まったお肉とご飯最高。お肉が最後の一切れです。最後の一切れだって。最後の一切れだって。あやちゃん、俺のは、うん、え、全部食べちゃった。え、全部食べちゃった。え、マスターの分もあったんですか。あったよ。え、すいません、食べちゃいました。食べちゃいました。最後ちょっとガーリックバターご飯して。これがこの締めが、締めがお楽しみ。肉汁とガーリックバターたっぷり絡んだ汁で。そんな食い方して太らねんだもん。バターが甘い。はい、ごちそうさまでした。褒美なチャレンジを用意していただいただけでなく、ご褒美も用意していただいたので、私もちょっと恩返しで宣伝をさせていただきたいと思います。西区の台所さんとメイクスマイルさん共同で、ごち弁という企業向けの配達弁当のサービスを始められたそうです。毎回こんなにバラエティ豊かなメニューがいただける、すごい素敵なお弁当なので、皆さんもぜひぜひ興味ある方は西区の台所さんに問い合わせてみてください。ここまでご視聴ありがとうございました。バイバイ。